ただいまより第27回阿波地域母親大会を開会します。本日のプログラムは第1部に天羽美智子さんとヤン神社さんのミニ講演の後、地域復興報告として鴨川の名もなき女の日と教育実践教科書問題等について池田恵美子さんと小出和彦さんからお話をいただきます。第2部では天羽さんとヤンさんの対談を行います。それでは初めに実行委員長の田中久江さんよりご挨拶を申し上げます。こんにちは、実行委員長の田中でございます。今日はコロナで大会が開けないということすごく残念です。世界 の、 ジェンダー男女平等指数を見ると日本はまだ120位ということです。それで働いていても賃金格差があり、また所得管理職とかそういう仕事で の、 差別、それから女性政治家も少ないということがあって、やっぱり男女平等になっていかないとこの日本はなかなか進んでいけないと思います。阿波地域でもそんなわけで1994年に第1回母親大会を開き、女性の権利拡大、そしてやっぱり女性と一緒に対等にやっぱり暮らせる社会を作っていくということを始めました。それでその時に実行委員長を務めてくださったのが今日ご講演いただく天羽美智子先生です。天羽美智子先生は蟹江人の村で障害を持った婦人の多くの方たちを支えてこられた先生です。それでその支えてこられた中で従軍慰安婦の城田鈴子さんという方がいらして、その方をずっと支えてこられました。でやっぱり今回95歳というご高齢なんですけれども、母親大会という第1回母親大会の運営委員長をされたので、今日は快くご声を受けいただきましてありがとうございます。今日は天羽先生のお話をじっくりと伺いたいと思います。またもう一人韓国のヤン・チンジュ先生、韓国とは戦争中やはり多くの婦人が従軍慰安婦として日本政府に利用されました。そういうこともあって非常に日韓の状況が良くない時もありましたけれども、今はお互いに協力し合っているということです。で今日はお二人のご講演を聞いて、で母親大会もやっぱり女性の地位と戦争ということで話し合いを進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは第1部はミニ講演です。1人目の講師、天羽美智子さんをご紹介します。売春防止法に基づく婦人保護施設蟹田婦人の村の施設長を務め上げた後、95歳となられた現在は名誉村長というお立場です。キリスト教の奉仕女として自活困難な女性たちに寄り添い人権を守る活動をされてこられました。
そして日本でただ一人従軍慰安婦だった体験を告白した塩田鈴子さんの生活を支えていらっしゃいました。また1994年から始まった阿波地域母親大会では初代実行委員長として私たちを導いてくださいました。それでは阿波さん、よろしくお願いいたします。先ほどちょっとご挨拶させていただきましたけれども、いつの間にか95歳になってしまって、気持ちの上では、まだ若い方と一緒に、生活をさせていただいている状況ですが、この1、2年本当に、動作が鈍くなり、また頭の働きも悪くなり、目とか耳とかの衰えもひどくて、例えばお話をするにしても、なかなか言葉がというか思い出せない、本当に言いたいことが言えないようなもどかしさを感じる頃となっていまして、先ほどご紹介ありましたように、取材に対して、などお断りしている状況でありましたが、今回母親大会第27回お開きになるということで、先日ぜひというの申し出がありました。今回お引き受けいたしましたのは2点ございます。1点は母親大会の大切さということを認識させていただいているものとしてということ、もう一点はこのテーマ女性の人権と戦争を考えるというこのテーマに対して私も最近いろいろとじっとしていられないような気持ちにもなっておりましたので、お引き受けさせていただきました。で、母親大会の関わりですけれども、先ほどちょっとご紹介いただきましたが、1995年の11月に、斉藤陽子さん、実行委員でいらっしゃる、斉藤陽子さんともう亡くなられました石黒康子さん、新日本婦人会のですがおいでになりまして、全国の千葉県の母親大会に参加され、また館山市、母親大会をぜひとも開きたいというご熱意と、そしてさらに第1回の館山実行委員長を引き受けてほしいというのはご相談をいただきました。で、全く突然のことなので、ございましたが、母親大会については実は終戦の翌年と申しますの1995年の6月に日本母親大会が開催され、世界母親大会にも代表が送られていたことを承知しておりました。で、その意義に共感していたこともありお引き受けいたしました。で、1996年1月28日に第1回母親大会が開催され、この度第27回開催されるということで、その継続に対して大変喜ばしく敬意を表したいと思います。第2に本日のテーマについてであります、女性の人権と戦争を考える、危惧に満ちた国のありようと社会状況、ことに戦中に、全く戦中に育った人間にとって、今日、軍備拡張、敵基地、攻撃能力の検討表明など、軍事に前のめりになっている状況について、あるいは守り続けてきた平和憲法に対する、現政権の
政権の姿勢などにいても立ってもいられない思いを持っていたことがあります。そしてまた傷に満ちた社会の現在の状況であります。子どもの貧困、幼児虐待、家庭内暴力、そしてごく最近起きている無差別殺傷事件や学校内で起こっている子ども同士の殺傷など命の問題が脅かされているというこの状況について、またこれらは社会の病ではないだろうか、個人の自己責任とかっていうことで片付けられないものではないか、例えば死刑囚に対してもです。それから我が国の人権問題について、私はこの人権問題を考えるときに最たるものは従軍慰安婦の問題だと思っております。そしてまた外国人に対して日本の国がどういう人権に対する考えを持っているのか、例えば最近の入管制度のについて、あるいは多く受け入れていた技能実習生に対して日本の人権についての考え方はありようは世界的に見ても異常ではないだろうか、国内でも差別とか偏見とか格差など人権についての考え方について大変危惧を持っております。先ほど初めに申しました、軍事に前のめりになっている今日の日本に対していても立ってもいられないということを申し上げましたけれども、実は私は全く戦中育ちであります。そして生まれは満州で、関東州の大連というところで生まれ、女学校を卒業、女学校は首都近郊、今の長春でありますが、女学校を卒業するまで満州で育ちました。5歳時に満州事変が始まり、太平洋戦争へと続いた時代であります。首都近郊の女学校を卒業し、東京に出て進学し、卒業前年に終戦を迎えたのでありますけれども、私にとって満州は私を育ててくれた地であり、広大な大地、優しい国、労働者ですけれども、良い私のふるさとです。しかし、その当時、日本軍人とか軍隊とかが入りましたが、その形とも関係を持っていました。そして日本国全体がその当時ご承知のように富国強兵、あるいは国家総動員も疑うと呼びかけていましたが、それも疑うことなく受け入れ、そしてそれに流され、満州が日本の侵略地であり、朝鮮が日本国の植民地でとされていたことなどを知ることもなく、中国や朝鮮の方たちと仲良く暮らしていました。しかし戦後、国々と知らされた両国への思い、加害の歴史の前に、私は在籍の念にかかわられて、在籍の念を抱かずにはおれませんでした。まず知らなかったということに対してです。それから加害の事実は、私にとっては無関係ではなく、在籍の念を強くいたしております。そしてことに1985年に知った、従軍慰安婦について、当時満州から日本へと朝鮮半島を通って、往復いたしておりましたので、私にとっては大変なショックでありましたし、無関係なことではないと今の心の内にそのことを痛感いたしております。
はじめにそれだけのことをちょっと申し上げて、この蟹田婦人の村について少しご説明させていただこうと思います。お手元に要覧をお渡しさせていただきましたが、見学の方がいらっしゃるとこの要覧を、初めからあまり変えもせず、におりますが、ここが立ったその理由といいますか、前史と申しますか、戦争が終わって1945年に終わって、9年後の1954年5月にベテスダ奉仕ハーノイという奉仕団体が、女性の献身による奉仕団体が誕生いたしました。同じ敗戦国ドイツにおいて、ドイツの悲惨な社会状況に奉仕したのはディアコニステ、日本ではその奉仕長と訳しておりますが、ディアコニステの働きが大きかったという話が、深津牧師が牧会していた東京の教会で、話を聞き、そこで、私もディアコニステになりたいというものが4人誕生しまして、その志願者と、それからドイツからたまたま来られていたディアコニステのお2人の方が指導しないとして、深津文雄牧師が館長となって、ベテスダ奉仕ハーノイが誕生いたしました。で、その2年後に日本の国で、売春防止法が成立いたしました。で、日本で生まれたディアコニステの働きとして何をすべきであろうか。売春という悪とする人生観が我が国に確立されていない、その性倫理の低さ、日本のにあった遊郭制度、あるいは将棋制度から流れて、性倫理に対する低さ、そしてそこで誕生した売春防止法によって成立する婦人保護の問題に取り組むべきではないだろうかということで、1958年4月に東京都の委託で50名定員の泉寮を開設いたしました。そしてその当時7施設ぐらい婦人保護施設が東京にありましたが、その中でも大変困難な形を受けするという前提で施設の中に入ってこられた形を見たときに、なぜ売春をしなければならなかったのか、その人はパンを食べるために働かなければ食べられなかった、あるいは大変障害を持っていらっしゃる方が多くて騙されて売春をせざるを得なかったという、そういう理由をがはっきりしてきましたし、一般の婦人保護施設がしばらくそこで生活して一刻も早く社会に自立していくということが前提でありましたが、この形を見たときになかなか婦人保護施設から社会に自立していくことの困難さが分かりまして、そこで長い間深津牧師が考えていたコロニーの必要性を痛感して、初めの頃からコロニーの話を始めました。そこで一番乗り気になったっていうか、それに賛同したのが、今日従軍慰安婦の問題の中で取り上げる城田鈴子さんでした。で、彼女が何か自分たちでも働き出してそのコロニーの資金を作り出したいというところまで考えていたにもかかわらず、ある夜お風呂場で洗髪しようと思ってバケツ一杯のお湯を汲んだ
で、それを持ち上げた時に背骨が折れて、それから6年半寝たきりの生活をしなければなりませんでした。で、その間、借りた、コロニーとしてのを設立するためにいろんな働きをしてきたのですけれども、彼女は病床から深い祈りを持って、いろんなことを案を出したりして考えておられました。で、泉寮が経って7年後に、蟹田婦人の村が全国唯一の長期施設として設立されました。で、彼女は寝たきりの状態で蟹田の1965年4月1日に会社の半月前にここにフォルクスワーゲンに乗って入所されて、それ以来彼女がここで生活されていた間、一回もみんなと一緒に作業に出たこともなく、しかし良い働きをして来られました。で、その彼女が、泉寮で生活していた時に、泉寮設立のために大変お力になってくださったキリスト教婦人教育会の国士堂落見先生が来られた時に、あなたはお顔が広いからぜひ多くの有力な方たちにお呼びかけしてコロニーを作っていただきたいとお願いした時に、いや、人頼みをしてはいけませんよと、自分たちが言い出したならそれを始め、行っていかなければいけない、今日私が、種をまくからそれを育てなさいとおっしゃって、お財布から出して52円をくださいました。で、それが資金となってコロニー講演会が生まれて、そしてこの蟹田婦人の村が生まれたという経緯がございます。で、蟹田婦人の村が1965年の4月1日にできましてから、今年は57年、17都道府県から、23都道府県から入ってこられましたが、入所が199名、遺憾として54名、それから亡くなった方がもう96名いらっしゃいます。で、現在49名であります。で、蟹田婦人の村の理念としては、創設者の信念、無用な人は一人もいない、そしてまた福祉の原点として頂点に対する底辺という言葉は一般でも使われておりますが、その底辺の中の最も下の点、それを底点という言葉で、その底点が優先されなければならない。で、社会の価値観にとらわれず、疑うことより信じ、弾くことより受容し、裁くことより許し、大自然の中で営まれるゆったりしたリズム、この中で一人一人が自立し、かけがえのない存在として、かけがえのない生を生き生きと生きること、生かされることが、この長期施設の意義となりました。で、このいただいた自然と環境に恵まれた広さ、そしてその環境に対して人が何か規則を作ってということではなくて、できるだけ規則は最小限にし、日課があり、そして一応禁酒禁煙を土台にして、管理ではなく一人一人の主体性を重んじるということ、それから家庭的な生活に恵まれなかった方たちの多くのためにできるだけ家族的な生活をということで、大きな建物を建てる場所もなか
たこともあるのですけれども、準消費者性、家庭的な生活を営むことを続けてまいりました。そして、生活を作り出すような作業を、例えば、食べ物を作る農園であるとか、あるいは調理をする、それを調理する調理班でありますとか、毎朝パン食なので、パンを手作りするとか、あるいは自分たちの使っているシーツや などの洗濯を洗濯屋さんに出すのではなくて、自分たちでやりましょうという洗濯屋ができたり、あるいは陶器工場ができたり、手芸のお仕事をするところができたり、そういう作業を作り出してきました。で、また、いろんな建物を、作業場を建てたり、あるいは道を舗装したり、それらも全くその費用がなかったっていうこともあるのですけれども、自分たちでできることはできるだけ自分たちでやりましょうという、共同作業を通して、一番大きなことは、山の上にあります教会堂を1年3ヶ月かかってみんなで手作りした建物であります。で、そこに全員が参加をいたしました。参加して生まれたのです。で、そういう作業をしながら、あるいは共同作業の中で、自分が力がないと思って、何もできないと思っていた人たちが、実はそこの参加者であり、作り出すもののみんな一人一人になり、そこで、自分も一人の人間としての価値観を持てるようになりました。で、この暮らしの中で、どういう文化が生まれたかと申しますと、自然の環境の中で、ゆっくりしたリズム、安心、そしてそこで生まれた需要の中で、潜在能力の発見と発揮、それから音楽の力と絵画療法など最高のものを、みんなと一緒に経験する。で、一番大切な心の状況としては、隣人を、隣人を自分のように愛しなさいという聖書の言葉に、イエス様の言葉にいつも重きを置いて、自己中心的な思いから他者の立場に立ってみること、他者の痛みへの共感と優しさと重要、それが生活の中で育つことを願って今日まで参りました。それからこの施設が、全国的なつながりが、カリタ講演会として生まれて、そこで資金的にも随分支援していただいてまいておりますし、それから多くの不要品などがお送りくださって、それらがバザーとして活用させていただいたり、また地域交流と地域の貢献を目指していきたいという願いも持ち続けておりました。しかし、このカリタ婦人の村も国の制度のもとにあって、2011年度にこのカリタの運営要領が変更になり、今までの長期、あるいは長期から修正になってしまっていた状況を改めて、社会への自立を促す要領が与えられました。で、創設期、
そしていろんなものを作り出したりすることが一応終えて、共同作業も随分少なくなってきて、中期の時代、それから第三期という私は思うのですけれども、高齢化してきた中で、その運営要領も改められて、今その第三期を迎えた状況のもとに歩んでおります。で、広田鶴子さんの71年の生涯についてかいつまんで申し上げますと、1921年6月に、彼女は東京深川でパン屋の5人兄弟の長女として出生されました。大変裕福なパン屋さんであったようです。そして彼女自身は大変おきゃんな下町娘で、共立女子職業学校2年の時に、働き者のお母さんが亡くなり、さらに親戚の借金の受け番で、これもお父さんがそうだったんですけども、パン屋さんも破産し、この長女であった白田さんは、小森高校に出されました。で、出された先が原生屋で、そこで水揚げされた会社社長からひどい病気をうつされ、高熱に苦しんだ末、終戦屋の手で台湾に行きました。で、台湾では、入ってくる軍艦が入るたびに、一夜に何人となく軍人の相手をしなければならない過酷の生活が始まりました。で、そこから終戦の翌年の浦賀に引き上げるまで、南洋諸島、サイパン島とか、トラック島とか、パラオとかで、慰安婦としての悲惨を見、また自らが体験されました。で、1946年の3月、25歳の時に引き上げてこられて、九州で外人相手に夜の世界で身を売るほかなく、その後、吉原に、東京のに戻り、吉原に、で、また働き始めました。そして、お母さんの墓参りでお寺に行った時に、そこの住職さんから、妹さんの自殺をされたことと、弟さんたちが病気であることなどを聞き、大変衝撃を受けて、なんとか堅気なところで働きたいとの思いが募っていました。で、パラオから引き上げ後、9年、1955年、彼女34歳の時のことです。東京に向かう御殿場の駅で、たまたま買ったサンデー毎日に掲載されていた、キリスト教婦人教父会の記事で、更生したいと思っていた彼女は、行き先を変えて、新宿の慈愛寮を訪ねました。で、そこで慈愛寮から、泉寮の入所者に変わったのですけれども、それは先ほど申し上げた通りです。で、彼女が、ここの中で、1985年、戦争終戦後、40年
1985年の8月15日の夕方に、鎮魂の日と牧師をされた一本のヒノキの柱が立ちました。それは彼女が、戦後40年になるというのに、日本のどこからもただの一言の声が上がらない。兵隊さんや民間の人々のことは各地で祀られるけど、中国、東南アジア、南洋諸島、リューシャン列島で散々もてあそばれ、手足まといとなるとほっぽり出された。それのかつての同僚が舞を夢にまざまざ浮かび、私は耐えきれません。どうか慰霊塔を建ててください。それが言えるのは私だけです。生きていてもそんな恥ずかしいことは誰も言えないでしょう。というこの訴えを当時、施設長でありました復活牧師に出されて、復活牧師は1年間いろいろ夜眠れないと言ってるんだから、どうしてだ、眠っていただくことができるだろうかということで考えた末、彼女は異例ということを言っているけれども、そのことも含めて日本の国で戦争中に戦地には慰安所を作り、そこに若い女性たちを慰安婦として集めた、その事実を忘れられてはいけない、二度と再び日本の国でそういうことをすることができないように、一本のヒノキの柱を立って、その事実のを記録されるメモリーとして立てました。でそれが伝わって、木の柱はいつか朽ちでしょう、朽ちるでしょうからということで、ああ十分やふと刻まれた石の日になりました。で今日の慰安婦問題についてでありますけれども、戦後71年我が国に抱えている未解決の加害の歴史の歴史の最たるものとしてと私は考えております。命、人間の尊厳、人権の問題として、女性の人権の問題として考えていかなければいけないと思います。今日政治問題となっている日韓間の問題について大変心を私は痛めております。で今後の課題として、日本国が犯した過ちを事実として謙虚に真摯に認めるということ、そして1991年韓国のキム・ハクスンさんが名乗り出て問題化されてから今年31年になりますが、未だこの問題が解決されず引きずっていることを反省しなければなりません。それから教科書問題があります。教科書でこのことがはっきりと明記されない状況になっているということ、それから慰安婦問題がなぜ日本で起こったのか、それは女性の性の問題と考えると、この売春の問題と非常に深い関係があるということを考えざるを得ません。この日本の国の土壌の問題として考えなければいけない。でこれらのことについて、私は母親の大切さを改めて認識させられる思いです。そういう意味でこの母親大会が27年続いてこられたということに大きな意味を見ますし、今実際に関わっていらっしゃる方たち、子どもの教育、もちろん今学校もおかしくなってしまっているのではないか、なぜなら学校の先生方が生徒の性を踏みに行ってしまっている状況などを、そのニュースを知るともう本当に情けない思いになりますが、教育の問題、母親として、あるいは家族の問題として深い関わりを持っていることをどうぞ皆様も
共有していただきたい、まあ、私以上に考えていらっしゃる方たちがお集まりになっていらっしゃるということを思いますけれども、これらの思いを語らせていただいて、ぜひ皆様のあと共感させていただきたい、そんな思いでやってまいりました。ちょっとしどろもどろになって申し訳ございません。ありがとうございました。それではお二人目は希望の種基金の代表理事ヤン・チンジェさんをご紹介します。日韓の若者が慰安婦問題について共に学び、意識ギャップを埋めるためのセミナーやスタディーツアーなどに取り組んでいらっしゃいます。それではヤンさん、よろしくお願いいたします。ご紹介いただきましたヤン・チンジェです。今日私どもの希望の種基金、略して希望種と言っているんですが、この希望種の活動について皆さんにご紹介する時間をいただいて大変ありがたく思っています。で、本格的に希望種のお話をする前に、私自身のがどういうことをやってきたのかという自己紹介も兼ねて、私が出会った慰安婦被害者の方の中から3人の方について、特に私の中に強く残っている3人の方について皆さんにご紹介したいと思います。で、これはおそらく私が希望種の活動を通して若者たちに何を伝えたいと思っているのかということをすごく簡略に皆さんにご紹介することにもなるだろうと思うので、初めに、そういうお話をしたいと思います。で、最初の方はやはりこの孫新路さんという方、この方は日本在住の、朝鮮人慰安婦として、ただ一人日本政府に対して謝罪と賠償を求めて10年間の裁判を行った方です。で、私はその裁判を支援し、また2017年に孫さんが亡くなるまでの間、まずおそばで、ずっと寄り添って、おりました。で、この孫さんとの出会いというのが、まあ、ここにも30年に及ぶ私自身の運動の原点であり、また人生の転機にもなったと思っています。で、私は孫さんに出会う前に、まあ、1990年からこの問題に関わり始めたんですが、当事者、被害当事者である孫新路さん、またその前にも何人かの方に出会いましたが、被害当事者に出会う前はやはり頭で考えていた、理論的に考えていたんですけれども、直接当事者に会って、特に孫新路さんという方と深く、時間を共にすることによって、私がいかに頭でっかちにこの問題を捉えていたのか、やはり、幼い頃に日本軍の、性の相手をさせられて、方たちの心に残る傷というものは、やはり私のように普通の生活をしてきた者にとっては想像を絶するものがあるということを、やはり孫さんの存在を通して初めて痛切に知ることになりました。そういう意味で、やはり私たちのような普通の生活、普通の経験した しかしたことのない人にとっては、どんなに努力しても、どんなに想像しようとしても分かりきることはできないことがあるんだっていうことを教えてもらったというのが、私の人生にとってはすごく貴重な体験だったと思っています。で、孫さんは10年間の裁判をする過程で、おそらく飛躍的に被害回復を遂げて、裁判が敗訴を決定した時には、裁判に負けても俺の心は負けてないから、心は勝ったっていうことを、まあ、自らおっしゃったんですね。で、この方については、映画にしまして、その DVD や書籍ありますので、また関心があったら見ていただけたらと思います。で、もう一人は、カン・ドッキョンさんという方なんですね。で、この方は、こういう自分の体験を絵に残したことでも大変有名です。活動家としても5年間、1992年に名乗り出て、97年に亡くなるまでの5年間、大変激烈に戦った方なんですが、
一方で自分自身の体験を具体的に絵に残した。でこれは奪われた純情という絵で、まあ、ご自身が一番最初に日本人の憲兵からレイプされた時の状況を描いたんですね。で、1990年代の初めにこの絵が発表された時に、私たちは本当にすごい絵が出てきた。大変びっくりしましたけれども、しかし実はこれがどういう心の葛藤を通して、描かれたのか、ご本人がこの絵を描くまでに一体どのような血の滲むような葛藤をされたのかということについては実はあまりよく知られていませんでした。でそれが2019年に韓国でこのカン・ドキョンさんたちに絵を教えたイ・ギョンシンさんという絵の先生が当時を思い出して書かれた本が2019年に出版されたんですね。でこれを読んだ時に絵を見てすごいな、素晴らしいなと思っていただけだった私自身の認識というのがまた反省を迫られたといいますか、あの絵が生まれるまでにはこのような葛藤があったのかと、でこれをぜひ知らせたいと思って翻訳をして昨年、出版をしました。で今日はこういう話を具体的にできないので出版物は全部できてありますので、また関心があったら読んでいただきたいと思います。でこのカン・ドキョンその本を読んでみますと、やはりカン・ドキョンさんもともと絵が上手で、先生が教え始めたらお花の絵とか身の回りのもの、あるいは自画像などを、描いてみなさいっていうと、もう初めからすごく上手に描かれたと。でもやはりこのイ・ギョンシンさん、初めは何も私が関わり始めた頃と同じなんですよね。慰安婦問題のこととかわからないで、慰安婦被害者たちの心の傷がいかに深いものかということもわからないで、ただ何かがしたくて近づいて、で絵を教える過程で分かっていくんですね、感じていくんですね。でなんとかそれをこう解放できないか、その心の傷から解放できないだろうかというふうに思うようになって、その心象表現という心の状態を絵に描いてみるのはどうかというふうに提案をする。で他の方たちは意外にその心象表現に早くこう慣れたりしたんですけれども、実は一番絵のうまいカン・ドキョンさんが一番最後までそれを拒否した。自分の心の状態を絵に描くということに対しては彼女が一番かたくなだったっていうことが書かれていました。でそういう中でやっと彼女が一番最初に描いた心情表現がこの絵なんですね。その日日本政府の要人が、慰安婦は売春婦だったっていうようなことを言って大変な怒りを持って、その怒りをこう赤い絵の具で描いてというようなことをやったことが、これを先生がとっても褒めて、それからカン・ドキョンさんが心象表現の授業にも積極的に関わるようになった。そして、心象表現の授業を、やっていく中で、ついにこの絵が、自分自身の最初の体験を絵で描くというのことが、まあ、実現したということなんですね。で、カン・ドキョンさんは、これは94年の2月に日本にいらした時の写真なんですが、性暴力の問題は加害者を処罰しなくてはいけないというふうに考えていて、これ日本軍の慰安婦被害に遭っているわけですから、その日本軍の責任者を処罰してくれということで、東京地検に告訴告発状を提出するというような活動もされた。先ほども言いましたが、本当に5年という短い期間に、先頭に立って激烈に戦った活動家でもありました。で、こういう活動を通してご自身の考え方を、まあ、責任者を処罰せよという絵で表現したりもされてるんですね。ですが、実は私、本当に今日早足でお話ししてますけれども、私が一番好きな絵はこの、あ、ちょっと私これうまく使えないです。はい、一番好きな絵はこの無題、タイトルのない絵なんです。何かと言いますと、実は遺作ですね。1997年2月に
カン・ドピョンさんが亡くなった後、絵の先生のイ・ギョンシンさんが、カン・ドピョンさんのお部屋に行ったら、先ほどアマーさんがおっしゃっていたかな、こちらに書いていたナノンの家の、にいらっしゃったんですが、お部屋に入っていったら、その絵があったんですね。で、なので、タイトルはついていない。で、先ほど見せたような、奪われた純情とか、責任者を処罰せよといった社会的に非常にこう話題になるような、一世を風靡するような絵を描いて発表されたカン・ドピョンさんが、まあ、病床で最後に描いた絵が、実はこの傷ついた少女の絵だった。これはおそらくこう自分自身を描いてるんだと思うんですけれども、私たちの目にはとてもやはり弁舌も爽やかで、こう運動家としてみんなをリードしていくような方だったけれども、やはり一人部屋の中で最後に描いた絵は、やはり傷ついた幼い頃の自分だった、幼い頃の自分との向き合いというのを、人生の最後の時間に一人で部屋でやってたんだっていうことを思って、まあ、この絵を、この本を通して初めて知ったときに、私は本当にこう胸が、えぐられると言いますか、どんなにこう、勇ましく戦っていても、やはり心の中にずっと傷を抱え続けていたんだなということを、この絵を通して感じました。最後にご紹介したいのは、キム・ボッコンさんです。今ご紹介したカン・ドピョンさんが、1990年代の初頭に、私たちの運動をリードしてくれた、運動のリーダーだったとしたら、もう一人、キム・ハッスンさんという一番最初に名乗り出た方と、カン・ドピョンさんが本当に運動のリーダーだったと私は思ってるんですが、キム・ボッコンさんは運動の後半のリーダー、2010年以降に活動された方なんですね。まあ、90年代の初期、92年に一旦名乗り出て、活動されたんですが、90年代少し。だけれども、あまりにも解決されないということに業を煮やして、釜山の自宅に引っ込んでしまって、10年ぐらい外に出なかったんですね。それが1910年代になって、また活動を開始して、で、まあ、慰安婦運動30年も続いています。で、その過程でいろんな変化があったわけですね。で、活動した被害者たちも変わりましたし、一緒に活動してきた私たちもその間にすごく大きく変わりました。で、1910年代の運動というのは、もう、慰安婦問題だけではなくて、この世界には今でも戦争があって、そこでは同じように性暴力に遭っている女性たちがいる。で、その女性たちを救わなければ、そういう人たちがもう出ないような社会にしなければ、という運動にもうシフトしていっている。まあ、一方でもちろん慰安婦問題の解決を求めていっているわけです。それは、こういう問題が二度と起きないようにするために、慰安婦問題をきちんと解決しなくちゃいけない。加害国である日本政府が事実を具体的に認めて、心から被害者に謝罪して、賠償して、再発防止のために次世代に教育をしていくという、そういうことをやらなければ、これからも同じことが繰り返されるっていう認識で、被害者たちも、まあ、運動する市民たちも、そういう認識で運動をした時期が、2010年代の運動だったと思います。すごく、今、乱暴にまとめていますけれども、でそういう中で、キム・ボッコンさんが、もう様々な活躍をして、国連に行ったり、全世界を回って活動されました。なので、キム・ボッコンさんが2019年に亡くなった時には、葬儀が5日間行われたんですね。で、その葬儀のタイトルも、日本軍慰安婦被害者キム・ボッコンさん葬儀ではなく、人権運動家キム・ボッコンさん市民葬という葬儀で、5日間にわたって6000人が弔問をしました。で最後の5日目の2月1日には、約1000人が、この世にですね、
このように、まあ、ソウル市内を行進するという、これ、真ん中に私も写ってるんですけど、私もこの時は駆けつけたんですが、まあ、こんなふうに、こう、市内を駆け、市民がですね、まあ、平和の町長を掲げて、キンボットンさんを、追悼するという、ことが行われました。で、このキンボットンさんは、最後、亡くなる2ヶ月前に私が会った時に、希望をつかみ取って生きようって言ったんですね。で、もう全身癌に覆われて、間もなく亡くなるっていうのは分かってる時でしたけれども、私は希望をつかみ取って生きているっていうふうに目を輝かせて、私みたいにやってごらんなさいっていうふうにおっしゃって、まあその後もほとんど起きられなくなって、2ヶ月後には亡くなるんですが、でそれがやはりこの、カン・ドッキョンさんが、97年に無念のうちに亡くなった時との様子とは全く違うな。キンボットン、カン・ドッキョンさんは自分は200歳まで生きる。日本政府が謝るまで絶対自分は死なないと言いながら、まあ、自分たちのことを全世界に知らせてほしいと言って、自分が死んでいく姿を映画に収めてくれと言って、だからそれでできた映画、ナノの家2という映画です。これはその映画の最後のシーンなんですが、この映画を後でみんなが見て、あの世に行っても、みんなが見るように祈ってると。見る人が増えて、私たちを助けてくれることを心から願うと言いながら、まあ、亡くなっていきました。で、このキンボットンさん、先ほどのキンボットンさんですが、2010年以降のリーダーだったキンボットンさんは、2015年の日韓合意に、もう激烈に反対を示していました。当事者たちに言わないで政府同士で決めるとはどういうことか。そして日韓合意は歴史を追ったというふうに、韓国政府を鋭く批判しました。で、希望、やっと希望種のお話なんですが、この私が希望種を始めた、きっかけが今最後にお話しした日韓合意と関係しています。日韓合意の前までは日本政府を動かそうとする運動を私はしていました。希望団ね、今も希望団ねの活動をする一方で、日本軍慰安婦問題解決全国行動という団体の共同代表をしているんですが、この全国行動という団体は、本当に日本政府を動かして慰安婦問題を早期に解決しようということでできた団体です。しかし合意が結局は日韓合意という形になってしまって、私たちが主張していたような解決にはなりませんでした。で、その後私は日本国内の状況がすごく変わったと感じたんですね。まずこれはもう終わった問題だと、日韓合意で終わった、また終わらせたいんだと、終わらせたい問題なんだというのをひしひしと感じましたし、また若者たちはこの日本軍慰安婦問題に関する歴史的な事実を学ぶ機会をますます奪われて、そしてサバイバー、被害者たちと市民が共に行ってきた運動に対しては、まあ非常に歪曲された内容が、つまりこの運動をやってる人たちが解決してしまうとやることがなくなるから解決させたくないんだと。だから、反対するんだといったような、そういう情報が流布されるようになる。で、そういうことの結果、日本軍慰安婦問題を日韓の政治問題、外交問題としてしか、見ることができない。そういう若者がどんどん育っていっている。そういうことに対して、それまではとにかく政府を動かそうとする運動をしてたんですけれども、もう私自身が見てきた、被害者たちの思いと戦い、そして私自身が体験してきたこの運動というものを自分で直接伝えるしかないなというふうに思ったわけです。で、政府を直接動かそうとしたけれども、結局政府を作るのは国民なわけですから、次世代に対してきちんとした情報を伝えていきたいというのが、この希望種発足の、動機でした。で、2017年の6月に、ここに書いてあるような理由で、希望種を発足します。6月9日に発足しますという記者会見をこのように開いて、その翌日の10日に、発足集会というのを開いたんですが、この写真をちょっと見ていただくと、後ろ姿ですけれども、集まっている方たちが皆さん高齢だというのが非常によくわかると思うんですね。白髪で、
で、それが今ではあれこんな感じ。この2枚の写真が希望種活動の一応成果を物語っているんじゃないかと思うんで、若者たちが集まってくる、活動になりました。で、どういうふうにこの活動を作っていったかといいますと、やはり大きかったのはツアーなんですね。日本の若者たちを集めて韓国にツアーに行って、で、もちろんこの行く先としては、ソウルにある戦争と女性の人権博物館、慰安婦問題に特化した、民間で作った博物館です。ここで勉強もして、また上の方の写真は、今もうないんですけれども、やはりソウルにあったナナムの家ではなく、正義連、帝大教正義連が運営している平和のブリッジという被害者の住まいがあるんですね。そこに行って被害者のお話を聞くというようなことを、ツアー中にもちろんしますし、また、これは、必ずツアーのコースに入れるのは、韓国の若者たちが、若者たちはソーシャルベンチャーといって、企業活動をして生んだ利益を社会に還元するっていう、まあそういう企業活動が韓国とても盛んなんですね。で、そういう中でマリーモンドという若者企業が立ち上がって、このマリーモンドは、その慰安婦被害者の方たちのことを学んで、その人のイメージを花にするんですね。例えばこれは私が今日つけてきたマスクですけれども、これは野菊の花なんです。で、これはカンドキョンさんの野菊のような強さを、表したもので、で、こういうもう野菊って決めたら野菊のパターンでこういう筆箱を作ったりとかね、そういうことをやっている企業なんですね。で、その企業に行って、この下の方の写真ですけれども、まあ、ショップでこういう可愛いスマホケースとか、そういったものをみんなで買うこともしますし、またなぜ同じ若者ですよね、韓国の若者たちは、こういうことを、で、企業展開をしているのかっていうようなことも話を聞く。そして左側の写真は森なんですけど、公園に見えると思いますが、これは少女を記憶する森といって、マリーモンドともう一つツリープラネットという、この全世界にグリーンを、緑を植樹していって行こうという環境問題を解決していく、やはりこれも企業なんですね。ソーシャルベンチャーなんですね。で、この二つのソーシャルベンチャーが協力して、ソウルに作った少女を記憶する森、被害者たちが少女の頃にこういう庭で過ごしていたっていうのをイメージして作った森なんですけれども、まあ、ここに行くと若者たちが、なんていうのかな、自分たちと年の近い被害者たちが、こういう庭で、どういう生活をしていたのかということが、彷彿として、大変この森は良かったっていう、感想もたくさん出ています。で、またツアーでとても大事なのは食べることですね。私はよく、若者の心をつかむにはまず胃袋をつかめって言うんですけれども、やはりツアーなので美味しいものを食べながら、ということもすごく大事だと思っています。そしてやっぱり一番このツアーで大事なのは日韓の若者交流と討論です。こちらから行った日本人の若者と、韓国の若者が一緒に討論をする。そしてやはり、その後はみんなで一緒にご飯を食べるという。で、こういうことを通して、参加者たちは、大変、韓国の若者たちの出会いと交流から刺激と、また親近感を感じるんだそうですね。すごく韓国の子たちは日本の子たちと違って、学校でも十分に慰安婦問題を学んで、で、こういう活動をしていたら、周りもみんな褒めてくれて支援してくれるんだろうと思っていたら、韓国でも教科書では十分に教えてもらっていないとか、自分がこういう活動に出ることを決して親は喜んでいないとか、そういう話を聞いて、韓国もそうなんだっていう親近感を意外にも持つ。で、それ以上にですね、実は参加した日本人の若者同士の出会いとこういう、ここにすごく感動して、力づけられて帰ってくるんですね。やっぱり日本にいると自分が慰安婦問題なんかちょっと関心があるんだけどっていうことも言えない。で、来る子たちは慰安婦問題がなんとなく気になってくるっていう子もいるし、
もっとすごく知りたくて来るという子もいるし、何か別の形で人権に関する活動をしている子もいるし、いろんな子が来るんですけれども、そういういろいろなことを、慰安婦問題に対する関心のレベルも様々な、いろんな若者たちが集まって、まあ、公式日程のあとはほとんど、もう朝まで毎日飲んで、若者たち同士でお話をしているらしいんですね。なので、朝起きるとみんな、朝集まるとなんかみんなとにかく疲れてるんですけれども、でも、その夜の交流が大変いいらしくって、何よりも収穫だったのは、これから日本に帰って、自分の関心事について、また自分の悩みについて、語れる友人を得たこと。これが、素晴らしかった。っていう感想が多かったです。で、今言ったようなことも、実は私は予想してなかったですね。あんまり深い考えを持って始めたわけではなかったんですけれども、先ほども言ったように、私は伝えなくちゃいけないっていう使命感を妙に強く持ってたと思うんです。で、とにかく伝える側なんだと思っていたけれども、若者ツアーをしてみると、教えられることの方が多かったし、気づかされることがやはり多かったです。で、若者は若者たち同士で、見出していき、気づいていくんだっていうことも、気づかされて、あまり伝えようと、する必要がない、しない方がいいということを、まあ、活動の中で徐々にしていくことになりました。で、この、ツアーの後で、で、またツアーに関して私は、これを窓口にちょっと知ってもらって、これからずっと関心を持っててくれればいいなと、ツアーだけの付き合いになるのかな、その後何か取り組みがあるときに参加してねとかって通知を出すような、ちょっとそういう一方通行な関係なのかなと、勝手にイメージしていたんですが、若者たちはツアーに参加すると、さらに活動したいと。何かやりたい、知るだけではやはり物足りないという若者が意外にも多かったんです。これは本当に私にとっては意外だったんですね。日本の若者は、慰安婦問題に関わると、やはり周りとの圧力がそれだけでできてしまうので、積極的にはやりたくないんじゃないか、そういう子たちに無理やりやらせてはいけないっていう、変に神経を使って、こちら側で、こうなんか、変に保護するような気持ちになっていたんですけれども、若者たちは自分たちから積極的に活動することを望みました。で、そこで、このツアーは実はコロナのために、2018年に1回、2019年に2回やった後、もう実施できなくなっているんですが、3回目の最後のツアーを2019年の8月にやった後、やはりこれはツアーやりっぱなしはダメだということを痛感して、翌月の、9月に、若者プロジェクトというのを立ち上げました。これは3回のツアーに参加した人たちに限定して、もっとなんかやってみませんかということで声をかけたんですね。で、ここに、10名募集して、で、11名応募があったので、11名で開始しました。韓国側も同様に10名ぐらいを募集して、まあ、日韓の若者で一緒に考えていく、慰安婦問題を、韓国でも十分には、実は、イメージが先行していて、十分に本当のことが分かってないっていうんですね。若者たちは。だから、韓国社会に対しても、日本社会に対しても、事実をきちんと伝えるために、どうするかっていうのを若者同士で、議論して何かやってみようよっていうプロジェクトでした。で、まず日本側が韓国に行って、韓国ツアーを行って、そして次に韓国の子たちが日本に来て、日本ツアーを行いました。で、その時にこのカニタク人の村に来て、池田さんのご協力で、まあ、鴨川の慰安婦碑、またこのアージュグ慰安婦の碑なども、紹介していただいて、これは韓国の若者にとってすごく大きな刺激になりました。どうしても被害国の若者はフィリピンでも台湾でもそうですが、自分の国の被害者のことにどうしても集中します。でもそれが、決して日本軍の慰安婦被害にあったのは、その国一国ではなくて、日本軍の侵攻する先々に慰安所があって、先々で現地の女性たちが被害に遭ったわけですし、最もやはり見えないのが日本人の被害者なんですよね。それをこのカニタに来て、直接アマハ先生からお話も聞いて、
ですから韓国人 の, あの私はもうこのプロジェクトでは韓国の若者たちにこれを見せたいっていう日本城田さんのことをちゃんと考えてほしいっていう気持ちがすごく強かったので、あのこちらでも議員でいただいてこのプロジェクトの日本ツアーで、あの韓国の若者、まあ、日本人の若者たちも実は全然知らなかったんですけれども 足元にあることわからなかったんですが、日韓の若者が同時にあの蟹田夫人の村と城田さんのことを知ることができたのは、あの今回のプロジェクトで本当に大きな収穫だったと思いますし、その成果がそれぞれのプロジェクト の, はあの成果物の中にもすごく反映されていました。視野がすごく広がっていました。で、あのその成果物は、あの一つはボードゲームで、ゲームを通してスゴロクみたいにこうね、あの進んでいって、証言カードとか文献カードを引くコマにあの入るとそのカードを引いて、証言カードなんかは例えばこの人の証言を読んで、でその後でなぜこの人は慰安婦と呼ばれることを嫌がってるんでしょうか、みんなで討論してみましょうみたいな、そういうことがあるすごいゲームなんです。で、右側のあのこれは被害者証言をいろんな人に声を出して読んでもらって、読むことによってどういうことを感じるかっていうのをずっとこう録画したものを編集したあのビデオ、これもすごく感動的でした。それともう一つはどういう被害者たちがどういう運動をしてきたのかっていうのをまとめたあの動画を作ったチームと3つのチームがあるんですが、この3つ目の動画チームなんかもキャラクターをあのあえて性別とか国籍がわからないようなキャラクターにする、そこにあのすごく意義が あるんですね。そして今何やって、そのこの先ほどのプロジェクトは、まあ、1年半ほどやって、去年の1月9日に発表シンポジウムを行って、まあ、終わりました。その後もあの引き続きコロナで若者ツアーができない中で、新たな若者プロジェクトとして日本で慰安婦問題解決運動をしてきた方たちの、運動に関する聞き取りを行うというプロジェクトを若者30人ほどあの来まして、彼らと一緒に一人一人のお話をあのずっと今聞いています。こういったことはあの毎年年次報告に報告させてもらっていて、一番新しい年次報告先ほどお配りしましたけれども、この一番新しい年次報告の14ページを見ていただくと、新しい運営委員、あのピボタネは理事と運営委員が あるんですが、運営委員の紹介があります。これ全員はこんなんですね。私は運営していく側は多分私たち世代がやって、若者たちに伝えたり何かこう教えたりするのかなっていうイメージで決めたんですが、もう若者たち自身がやる団体に変わってきました。で、まあ様々な規約を立って自分たちで準備して、まあオンラインイベントなんかでは自分たちが司会をしてというふうにやっています。で、そういう具体的に若者企画のイベントが明日一つあるんですね。これは韓国の植民地歴史博物館のバーチャルツアーというもので、あの、オンラインで、こういうふうにですね、今、ズームでやってるようなことを、今、行けないので、何しろ韓国に。で、韓国に行けない人たちに、韓国の、あの、博物館を、あの、家にいながらにしてみてもらおうという、こういうのも若者の、あの、発想で、企画で、で、実際明日進行するのも、あの、キボタネの韓国人メンバーが、先ほどのプロジェクトに参加したメンバーが韓国側で撮影などをして、やってくれることになっています。明日なので、もしよろしかったら、今からでも申し込み可能です。キボタネのホームページを探して、キボタネってインターネットで言って、ホームページに行くと、これ申し込めるようになってますので、ぜひ、ご参加ください。あの、この博物館自体が大変有意義な博物館です。それからもう一つは手前味噌なんですが、今日の3人の被害者の方とか、今日お話ししたようなことをもっともっとたくさん拡張して、あの、中学生にもわかるように、慰安婦問題って何だろうという中学生の、質問箱シリーズで、2月20日、だからもう出版、ほやほやのを今日持ってきていますが、この出版イベントを2月26日に
あ、1月20日発売ですね。2月26日に行います。で、この時も、希望種の若者2人と私が対談する形になりますので、あ、実際どんな子がやってるんだろうって、興味があったら、これもぜひ、PTX で検索していただけたら、参加していただけると思います。で、こういう活動は、皆さんのご寄付で成り立っていますので、ぜひよろしくお願いします。これも、希望種のホームページから支援できます。で、最後なんですけれども、先ほど紹介したマリーモンドという韓国の若者企業の商品を、希望種を立ち上げた後、希望種で日本で発売を私たちは始めました。というのは、先ほどの見たように、その寄付ではなかなかこの活動が維持できないんですね。はっきり言って日本は寄付文化が足りないと思います。なので、やっぱり自分たちで稼ぎ出そうっていうことを最初から考えました。それで、こういったものを今、マリーモンドジャパンで売っていて、で、まあ、このマリーモンドジャパンで売る商品が可愛いからっていうことから、希望種の活動にこう入ってくるっていう子もいて、いろんな意味で、なんとなく思いつきでやったことが今すごく実ってきているという気がします。で、私が希望種を立ち上げるときに、10年やりますって言ったんですね。ちょうど60歳でした。70歳までやったら、ちょっとその後は無理なんじゃないかと。今日、天川さんにお会いして、やっぱり35年やるって夢だったら、95までやっていけない。すごく反省したんですが、あの時には70歳ぐらいまでだろうなと思って、10年とりあえずやりますって記者会見で発表したんですね。で、今も基本的にはそういったので、70歳までに何かを作り上げなくちゃいけないと思ってるんですが、それはこの間に、意外にこういう活動をしたいと思っている若者が、たくさんいるんだということを知った。だけれども、経済的な基盤がないんですね。運動しながら生きていくっていうのが日本では本当に難しい。だから若者たちが、もうなんか仕事しながら片手間じゃなくて、ちゃんとこの社会を良くするための運動がしたいんですって、よく相談されるんです。なので、私はこの、マリモンドジャパンなどを通して、これからの若者たちが社会貢献したり、社会的な運動をしていくための、なんかこう、持続可能なプラットフォームを、あと残り5年できちんと、作り上げたい。そういう思いを、この希望種活動の中で、持つようになりました。ということもありますので、ぜひこちらの方もご協力をお願いしたいと思います。ありがとうございました。それでは、次に関連する阿波の取り組みを報告します。阿波文化遺産フォーラムの池田美子さんから、鴨川にある名もなき女の日や、相沢の子代表が行った事業実践についてなどを紹介していただきます。それでは、始めさせていただきます。阿波文化遺産フォーラムの池田です。今回、母親大会では副実行委員長をさせていただいております。私の報告なんですけれども、名もなき女の日というものが隣の鴨川市にあります。これは1973年に購入されていますが、慰安婦という文字はどこにも書いてありませんけれども、慰安婦さんを弔うために建てられた日であります。1973年ですから、上田村の阿波中宮慰安婦の日よりも12年早く建てられています。表の面には名もなき女の日、裏面には、画面に出ているようなことが書いてありまして、昭和48年10月、東京伊丹仁田台へと書いてありますが、実はこの方だけではなく、もう一人、鴨川の刈込善一さんという方が一緒に建てられています。この方は、花房製菓という、阿波では有名なパン屋さんのご主人なんですけれども、戦時下で、衛生兵だったそうです。そして戦後、和菓子屋、それまで和菓子屋だった家業を洋菓子に変えようということで、ケーキ作りを習いに行った、その先生が東京の伊丹さんだったんですね。で、偶然にも二人とも衛生兵でしたので、意気投合して戦時中こうだったね、ああだったねという中で、かわいそうな女性たちがいたね。女性たちを供養してあげたいね。だけど、やむなんていうことは言えないということで、名もなき女の日と立てたそうです。で、刈込さんはもう早く亡くなられたんですけれども、奥様がよくよく話を伺っていらっしゃいましたので、私たちはそこを聞き取りをしました。
実はもう一つですね、今の鴨川の日よりも、鴨川の日は1973年ですから、その4年後、こちらは大阪に立っている日です。日には書かれているのは、大東亜戦没日韓韓国慰霊の日と書いてあります。看護婦となっていますが、裏面には朝鮮の女性が7万、日本の看護婦2万と、この数字は実際の看護婦ではありえないだろうと、慰安婦のことを弔った日というふうに認識されて、今でも気を守る方たちによって、これが語り継がれているところです。日の中に赤十字のようになりますが、これが赤十字を描いているのか、あるいは日の上にクロスの十字架がありますから、クリスチャンの方々が赤十字になぞらえて赤く塗ったのかもしれません。こういったものはあまり知られていませんが、カニタムラより先にこのような日もあります。そして、カニタムラに建てられたこのアーチ軍慰安婦の日ですけれども、こちらを私どもの NPO の代表の相沢信夫代表が高校の世界史教員だったときに、授業実践を行っています。アー従軍慰安婦の日は平和を心に刻むというテーマで、特に授業の狙いとしては、同じ地域に住む女性として、城田さんの悲痛な叫びを聞き、どのように変容していくか、ありきたりな感想ではなく、心がこう動かされたとか、こんな自分を発見したというような、方向に狙いを定め、そして資料としては TBS ラジオの城田さんの生の声ですね、石の叫び。それから韓国 KBS テレビが取材に来てドキュメンタリーが放映されました。日本でも NHK の BS が始まったばっかりの頃に、その放映がありましたので、それも相沢先生は教材として使いました。太平洋戦争の魂。自分読むというものですけれども、それを、や新聞や雑誌、文献等を使いながら、特設授業として9時間授業を行ったそうです。このようなテーマが書かれていますけれども、それをさらに地域教材として、慰安婦問題だけではなく、こちらの婦人保護施設、蟹田婦人の村の存在意義を考えるということも、もう一つテーマの一つになっています。交渉制度から賠償保障が制定されていったり、不活牧師の定点志向の理念であったり、あるいはこちらが旧海軍、旧日本軍の施設跡に作られていますから、蟹田村の中には重要な戦争遺跡もあります。そういったことも授業に取り込んでいきました。そうした中で生徒たちの感想は様々出ました。非常に深いところまで読み込んでいる生徒が大変多かった。それをさらに自分たちには何ができるのかという模索をして行動へ移すというところまで行きました。その結果、まず高校生はこちらの蟹田村にボランティアに来て、それから今度は深津牧師の紹介を得て、ウガンダの子供たちを救おうということで、バザーや募金を始めました。その結果、アフリカにアワ南と名前のついた学校を建てられました。阿波南高校は統廃合されてしまいましたけれども、阿波高校、そして阿波西高校がバトンタッチをして、今年度からは立山総合高校も一緒にこの支援活動に参加をする。そして、さらに市民活動として、阿波平和の美術展でいうことにも広がっています。さらに、コーヒーショップのオーナーから提案がありまして、ウガンダというのはコーヒーが非常に美味しいところだから、ウガンダコーヒーのキャンペーンをして支援につなげないかということで、これ22店舗から始めましたけれども、25店舗ぐらい、みんなで行っています。そして最後にご紹介したいのが2010年のことでしたけれども、これヤンさんたちの取り組みとは別に、私たちが日中間青少年歴史体験キャンプというものを阿波で行いました。第9回目でした。この時に中学生、高校生、大学生が50人くらい集まりまして、蟹田村、そして鴨川の日だけではなくて、江戸時代に建てられたハングルの書かれた、
慰霊の日ですね、平和の日ですとか、さまざまなことを学びながら行いました。この時に、講演として、館山市、南房総市、鴨川市、都南町、各教育委員会、ユネスコ協会に講演してくださって、ウェルカムのご挨拶は南房総市長がしてくださったんですね。非常にそういうこの地域は、開かれた取り組みがあったのではないかということを、改めて感謝とともにご紹介させていただきたいと思います。それでは簡単ですが、こうした挨拶先生の論文集はありますので、こちらの方にまた授業実践の詳しいことは書いてありますので、お声かけください。じゃあ以上です。ありがとうございました。続いて、阿波地区道徳教育を考える会の小出和彦さんに、教科書への従軍慰安婦記述をめぐってを報告願います。どうも、小出と申します。見ての通りですね、去年ですか、70になった、ただの百姓ですから、そんなに詳しくありません。おそらく皆さん方の方がかなり詳しいと思うんでね、この問題は。したがって、ざらにもなりませんけど、ちょっとお話をしたいというふうに思います。いつもの学校教科書にですね、従軍慰安婦というふうに書いてはいけませんと、従軍事情を取りなさいということを、閣議決定をしたわけですね。で、この問題につきまして、なんでこんなことを政府が言えるのかと疑問に思いました。で、私が所属しています阿波地区道徳教育を考える会、今日親方いますけど、その後でちょっと議論をしまして自分なりに調べてみました。そしたらもう、ね、大体ネットですから、すごいですね。あんなものはただの馬神部、あるいは自分やはなんていうのはいなかったんです。こういう言説が飛び交ってます。で、これは公文書の中でですね、間違いないと思いますが、これは1997年の国会議員の質問の収集です。でこの中に、ですね、25年前ですけど、その人たちは戦地の将官、つまり売春などですね、売春などに雇われたものすぎないんだから、あるいは従軍したわけでもないから、そんなの教科書の保全のけしからんと、こういう側の質問収集があった。このような動きは1950年代半ばからずっと言いましてですね、ちょっといろんな議論もあるんですけども、侵略を進出に変えたりですね、弾圧を鎮圧に変えたり、ひどいなことなんとか、収奪を譲渡に変えたと、こういう検閲の検閲者や、教科書の、ね、検定もあったわけです。で、こうしたことに対してですね、我々の仲間からすれば、なら歴史修正主義だと、こういう批判があるね。で、こういうことに反対する人に対しては、これはひどいんです。親中親官の反日だとかやつはね、あるいはその国家反逆罪で極刑しろとかね、残殺隊で発見されることを願うとか、こういう言葉が飛び交ってるんです。本当にこういう問題を発信するのにはね、恐怖を感じるという策なんですね。で、民間の動きが最近その本当にその活発になってきまして、これはあるですね、民間の組織ですけども、これはですね、いつだったかな、昨年の12月ですね、中学教科書に関わっている従軍慰安婦の記述を削除するようにですね、教科書会社に勧告しろということをね、文科大臣に要望書を出したんです。これは国の検定基準に政府で決めたことを見解する統一見解、あるいは最高裁の判例がある場合には、教科書はそれに従いなさいとなっている。これに違反するとはいえね、これが民間の動きです。で、それを受けたかどうか知りませんけども、国会で、これは維新の馬場議員だったかな。昨年4月ですね、正確に言いますと、従軍慰安婦という用語は軍により強制連行されたというようなイメージに染み付いてしまっていると。だから不適切だと。で、誤解を生じる恐れがあるから、単に慰安婦という用語を用いることができたらという、こういう答弁書をですね、引き出したんですよ。菅総理、内閣、閣議決定ですね。閣議決定というのは重いですから、おそらく初めてだと思うんですけど、閣議決定でこういう回答弁を引き出したということがあります。一方ですね、不思議なのは、そうは言っても、自分慰安婦に書いてある、いわゆるその河野談話、あるいは村山50年でしたか、だからこれは引き継ぐって言うんだよね。で、ちょっと待っててくださいね。結局その外国、対外的にはその
自分へ振って書いてある文章を発表しておきながら、あるいは当事者の手紙にも書いてあるんだね。今の 手紙にも、原理事長とか橋本総理の手紙には、自分に入ることがしっかり入ってるんですよ。でそういうことをやっておきながら、国内の教科書には書くなってるね。しかし、その書いてある名前とか引き継ぐって、さっぱり終わらないでしょ。やっぱり意図があるんだね。今まで言ってくるか言っていいのか分かりませんけども、とにかくそのさっぱり分かりません。もしもですね、特定のその、個人的なその思想心情、あるいは歴史観、これに歴史を合わせることというのはね、ベラボの味があったんで、ね、これはもう日本の将来が誤るだと思うんだよね。これはちょっと許せないと思う。で実際はどうかっていう問題ですけど、いろいろ調べました。今回自分の問題ですから、それにちょっと特化して調べたんですけど、戦地において軍専用の慰安所があったっていうのは間違いない。で、部隊の移動に伴って移動させていいんですね。引き連れてるんです。で、戦闘に軍艦に伴って過酷なこともしたし、大学も運んだってるんですね。もう、兵士兵隊なんですよ。言ったら。それで証言もあって、これは国会でも議論だってな。議員からね。で、これは陸軍大将、これは岡村陸軍大将ですけど、現在の各兵団はほとんど皆、慰安婦団を随行し、兵団の一分隊となっているアルサマである。こういうふうに解散法で書いてあるんです。こんなのがね、こういう資料のがいっぱい出てくる。ないってことはないんですよ。それをないと言ってるのはね、ジョンだねって思うんですけど、まあ、そういうことだと思います。ですから、当事者はですね、やっぱりいろんな方法を始めたのもご存知でしょうけど、体を壊したりね、それから大変だったりして、戦後大変な思いをしてるわけでありますから、誕生日ですからね。で、こういう人たちもね、ただの外人だって言っていいのかと。私の仲間もね、知り合いますけど、こうやって言うんですよ。本当に言えんのかと、こういう実態を知ったらね、経営を知ったら、ということが本当に思いました。で、梶田神殿村の、自分役と刻まれた鎮魂碑、これができたときにですね、それを望まれた女性がですね、みんなここに書いておいてと言ったってんですね。これ聞いてどう思うかってことですよ。はい。いいですか。オーバーもそうですよ。で、大事なことはですね、もうとにかく当事者のことをほっぽといてね、ああだこうだって、いいじゃねえか、言ったのと。何言ってんだと。思うわけですよ。で一番大事なのは、その、ご本人に何が起きたの、この身の上が何が起きたの、ね、そういうことだと思うんです。でその声と思いがどうなるのかと。これが一番大事だと思うんですね。で、もう一つやっぱりなぜ起きたのかというね、ここがなかったらやっぱり繰り返すことになるから、それが大事だと思います。で、強制的な連行なのか、流されていったのか、いろんなケースがあるんですね。だから、あったとか見るとかって、決めつけるのはおかしいと思うんですよ。いろんなケースがある、そのまま受け止めるしかないと思うんですね。そういうふうに思います。でところが、やっぱり教科書に書いちゃダメだと思うので、だんだん教えないと。大学教育があったんですね。そういうその苦労した女性たちのことを思いをはせないような愛国心。こういう愛国教育とは一体何だと。非常に不思議に思います、私は。こんな愛国なんてのはね、これ言っていくのかわかりませんけど、これ偽物だと思ってるんですよ。以上ですね。それは思います。もう一つは、一つの間違いがあると、全部否定しまうんですよ。だから。で、真実に対する最大の武器は、疑念だろうとね。疑念をぶつけるんだよね。疑問を抱かせるような、いわゆるその、話をぶつけてる。そうすると、事実のものが霞んできちゃうんですよ。これにみんなごまかされちゃう。一生懸命どうしようと思っても、待てよ、本当かな、おかしいなって困っちゃうんで、ね。だから私どもは、本当に事実が何なのか、これを見失うようにね、そういううさんくさい情報に惑わさないように、今後ともですね、どうぞ今日考える会、在庫とともに、一生懸命勉強しようということを最後に申し上げております。ありがとうございました。それでは皆さん、大変お待たせいたしました。これより、第2部の、まず第1部で頭の話を聞いて、あるいは私の報告も聞いて、それぞれに感想であったり、聞きたいこと、あるいは第1部でちょっと言い残したことがあれば、それでお話しいただければと思います。じゃあ、マンさん、いかがでしょうか。
皆様 の、 あのお手元に、コラム、開拓神の村で戦後を生きた鈴木鈴子さんの戦後ということで、私はあのこれは日本人よという本を表された西野文子さん、小野田茜音さんの編集によって出されたあの著書でありますけれども、その中に、コラムとして、神田神の村で戦後を送った城田鈴子さんの戦後ということで書かせていただいて、それをお手元にちょっと、差し上げさせていただきましたが、この中で書かれていないことについて、これはあの皆様ご存知と思いますが、新宿の高田馬場にあります、ワームの池田恵理子さんがおっしゃったことで、なぜ彼女は自分がヤンキーであったということを語ったのだろうかということについて、私もここで少し書かせてはいただいているんですけれども、3点挙げられました。そのことを補足として、皆様にちょっと申し上げたいと思っていることは、池田さんがおっしゃったことの第一は、新宿の最初に行ったキリスト教婦人教父会で作られている、婦人保護施設慈愛寮の、あるいは患者婦人の裏で温かく迎えられた生活の基盤があったということが第一点挙げられています。第二点としてはエネルギッシュな性格を持った個人がその個性とキリスト教の信仰によるものが第二点として挙げられ、3点としてはパラオで他の慰安婦、要するに朝鮮半島から来られた方たちはじめとして戦地になったところに全部慰安所を設けて、そこの島の方たちを慰安婦としたという、その中で日本人の彼女が管理の立場に立っていた、そのことが日本人としてここに引っかかっていたというか、何かやっぱりお詫びをしなければいけないというような気持ちになっていたのではないかということをおっしゃって、私も同感であります。ことをちょっと補足として申し上げたいと思いました。はい、私は補足はないのですが、本日は天羽さんのお話を伺えて本当に良かったなと思っています。で私が感じてきたことを天羽さんがおっしゃってくださった部分もあり、また本日言及はされませんでしたけれども、でも今日のこの資料の中に、今日いただいた資料の中に天羽さんがこういうことを書いてらっしゃいますね。今日の慰安婦問題を考えるとき、強制連行があったかどうかということは本質的な問題ではないと。では本質とは何なのか。それは慰安婦にさせられた人の痛みや真実、一人一人の証言に耳を傾けて向き合うことではないかというふうにおっしゃってるんですよね。でその痛みについて想像し、また 100% 共感するということはできないとしても、これもすごく大事だと思うんです。私も少し触れましたけど、100% 共感なんていうのは絶対それはありえないことだけれども、でも、少しでも共感することというふうに書かれていて、
やはり想像することがとても大切だった途端の苦しみを、でその想像しようという努力の積み重ねが、あの慰安婦運動においてもまさにその努力の積み重ねが運動だというふうに分かることはできないけれども、分かろうと努力する積み重ねが30年あったなっていうふうに、思っていて、まあ、アマーさんがそのことを本当にこう簡潔にうまく表現してくださっていると思いました。でまた今日お話しされている中で、そのカニタ夫人の裏で、あの女性たちがその自然の環境のゆっくりしたリズムと、そこで安心と需要との中で潜在能力を発見して発揮していくというお話されて、でまた音楽の力と絵画療法などの最高のものをあの享受するというお話もありました、まあ、それから隣人を自分のように愛しなさいという、その他者の痛みへの共感と優しさの需要というような、まあ、こういうこともあの本当にあの慰安婦問題も同じで、傷ついた人たちがその、被害回復をしていくときっていうのは、あの全く共通のものがあるんだなというのを、感じました。でとりわけですね、あのやはりその慰安婦被害者の方たちも安全であると、ここは自分が安心して語れる場だっていうことを確認して、語るということがやはり被害回復にとってすごく重要な要素だったんですね。一番最初はまず語るということ、自分自身の体験を 安全を確認した上で語るということが、やはりその被害回復の過程で一番重要な要素でした。でもちろん本日紹介した関東京さんのように絵を描くことが被害回復になったケースもありますし、例えばフィリピンの被害者のロサヘンソンさんという方は文字が書けるので、自分で自分の体験を描いたりとか、まあ、いろんな形があるんですけれども、あのカニタの、カニタの取り組みの中では、そのここのここにいらっしゃる方たちが自分の体験を語るというようなことはなさらないのかなというのを少しお話し聞きながら思ったんですね。でやはりこう被害回復の第一歩としては、自分自身が体験したことをあのやっぱり吐き出すっていうことから始まるのかなというふうに思うので、そういうことをした上で他者に対する痛みに対する共感とか、そういったものが生まれるんだろうというふうに思うんですね。なのでここには書かれていませんけれども、おそらくそういうことも活動の中でされてるんじゃないかなと思ったので、そこを少し一点お聞きしたいなというふうに思いました。あと感想としてはやはり塩田さんのエネルギッシュな性格というのが大変今日もお聞きして印象に残っています。で私自身が出会った方たちの中にも、今日紹介された方たち皆さんエネルギッシュなんですよね。もう孫信徒さん、韓徳教さん、金本論さん、本当にエネルギッシュですし、あの今日の塩田さんのお話を聞いていて、なんかすごく共通点を感じるんですね。でももしかしたらその意欲、あまりにもいろんなことに対して意欲的だったり、生きることに対して意欲的だったりっていうことが被害につながったんじゃないかと思うこともよくあるんです。当時の朝鮮の田舎の村で、あの、まあ、家族のためにあんたが工場に働きに行けば口減らしにもなって、家族はその仕送りしてもらったもので生きていけるって言われて、それでもやっぱり普通は躊躇するだろうと思うんですよね。14歳、5歳、16歳っていうこと、女の子が。だけれどもそこで一念発起して家族のためにまた自分自身が生きていくためについていこうっていう、そういう気持ちを持った子たちで、その子たちがまた生き残ってるんで、生き残った人たちが今も活動してるんですけど、その生き残った方たち、生き残るっていうこと自体が、その進藤さんの話なんか聞いていても、本当に生き残ること自体が本当に難しい状況を生き残るんですよね。生き残るためにいろんな犠牲を払って本当に生き残るんですね。でその意欲、そういったものが
被害にもつながったし、生き残ることにもつながったし、そして戦後50年経ってやっと自分たちの話に耳を傾けてくれる人が現れた時に、積極的に自分でそれをぶちまけて伝えて活動して、で活動の結果他者に対して目が向いて、他の人たちがこういう目に遭わないように自分の体験を生かそうっていうところにまで行くという、そういうなんかこう、被害者の、おそらくもう何万といった被害者の中の、まあ、僕一握りの生き残った方たちと私はこの30年出会ってきたんだなというふうに思うことがよくあります。今日柴田さんの話を聞きながらもすごくなんかイメージが湧くんですね。ああそうか、柴田さんもそうなんだなっていうふうに、これは最後の感想なんですけれども、天羽さんにお聞きしたいのは先ほどのカニタの取り組みですね、語るというようなことはなさらないのかなというふうにお聞きしたいと思います。十分にお話しできるかどうかあれですけれども、ここに入って来られた方たちはみんなそれぞれにみんな違います、うん、そしてみんな違った、言うに言われない苦しみ悲しみを持って来られています。でそのためにこの広い自然に恵まれた場所っていうのはどんなに彼女たちの癒し、そして彼女たちを温かく、もちろん天気の悪い日は海も黒々としていて、なんか寂しいところになってしまいますが、こういうふうに今日のようにお天気で海も綺麗な色で、そしてここから富士山も眺められて、どんなに癒しに、まず自然が彼女たちの心を癒してくれるところかと、そのためにここが必要だったということをまず第一点と考えております。そして、彼女たちが抱えている問題というのを先ほど申し上げましたように一人一人の違いがあります。ですから違った人たちが違ったところからこのところに集められて集まってきて、で一つの家族のような生活を寮でし、またここで生まれた作業場で自分が選んで今の時間は作業時間だからと言って一つの作業場にみんなをなんていうか送り出して強制的に作業をするという、他の婦人保護施設の中にはなかなかカニタのようにいろんな作業をっていうことは難しくて、作業場が一つあってそこでお仕事をするっていうようなところから比べると、自分たちの生活を自分たちで作り出すような作業という、ことで自分で選んでそこで作業をしてみる。で、いろんな作業場がありますがそこを点々としてもよろしいんです。で本人の気持ちで作業をする、そういう中でやはり人間関係が初めからうまくいく人ばかりではありません。喧嘩も随分あります。でしかし、まあ、私自身、まあ、他の職員たちもそうなんですけれども、いちいちその喧嘩があったって口出しをして周りからああじゃないこうじゃないということで収めようとしません。私もそうです。で見ていてどうしても中に入って一言言わなくちゃいけないっていうのはやっぱり弱肉強食っていう強いものが弱いものをいじめてしまうっていうか、そこら辺の理解が足りないというか、そういう時にはやはり一言中に入って言わなければいけないこともありますけれども、しかし見ていると彼女たち自分自身で自分が言い過ぎたなっていうことになればごめんなさいを言えるようになるんですね。こういう世界において、で私はそれが一番の大切なことで、
よく実習生の方たち、大学の福祉を勉強していらっしゃる方たちが実習生として来られるんですけど、その方たちがいつもびっくりされるのは、もう社会で失われている、ごめんなさいとかありがとうという言葉が本当に聞かれるというか、たくさんあるということをおっしゃるんですけども、そういうことを通して彼女たち自分自身が自分を育てていくというふうに私は思っております。職員が何か指導ではなくて、共に生活しながらお互いに、共に生きるというか、そういう中 で職員も初めから職員としてふさわしくあるわけではなくて、この中で彼女たちに育てられているという面も非常に大きいと思っておりますが、そういう喧嘩を通して、あるいはやっぱり寮の生活の中でいろいろお当番があったり、しながら、それから作業場の中でもどうしなくちゃいけないということをだんだん勉強して、それでどうしても自分喧嘩をして、それを聞いている時に自分自身がこうだったっていうことを語らなくちゃいけない面が出てきた時に、その話をされます。あるいは個人的に相談に来られます。でそういう時にいろいろ聞いておりますけれども、こちらから、小さい時どうだった、親がどうだったというようなことを話すことはあまり積極的ではありません。中には本当に悲しいというか、かわいそうだったと思うような自分のお父さんと、それから自分のお姉さんとの間に生まれた、子供、そういう痛みを持った方もいらっしゃいます。で、しかしここで30年、40年と過ごしている方 もありまして、でそういう形が自分自身を育てて、本日を迎えているというと直接に感じます。で今一番若い方が19歳、2月に入って20歳になるんですが、一番高齢者、この中で生活している方の中で高齢者が89歳、来年の11月の頃に90歳になられる方、そういう開きの中で、そして入ってこられて10年未満の方も、10人、10何人おられますが、その方はもう長期になって、で、50年、もう最高で、ここができた時に、の年に入所された方が、十何人おられてましたが、もうほとんど亡くなって、今、お二人、一生懸命ここで、もう80歳になっても自分の作業として作業に出て、ゆっくりとした中で、午前中だけの作業に出られることもありますけど、そういうことで、あまり今おっしゃった、その積極的に抱えている重荷を出すっていうような形は、今日も取っていないかと思っています。ありがとうございました。本当はもっともっとお話を伺いたいところですけれども、今回2時間の予定でありましたので、これで今回は終了させていただきたいと思います。それにあたりまして、今天羽さんのお話だった、そのごめんなさいとありがとう、これが言えないから家族も喧嘩になるし、コミュニティも難しくなるし、地域は国と国の問題もそうですよね。やっぱりその私たちは NPO でも街づくりということをやる中で、国
品文化、藤田さんが言っている理念のこのことは、まちづくりの理念として非常にずっと目標にさせていただいています。で、私事ですけれど、実は昭和40年にこちらの施設ができて、私42年から麓に住んでいます。麓で育ちました。ずっとここを見て育つ中で、私の人生もやっぱり指針の一つがここだったんですね。で、やっぱり小学校に行くと学校で、いやいかにだろうなみたいな、揶揄するような部分っていうのが社会にあったんです。小学生でもそういうふうに言うわけですから、各家庭でそういうことが起きてたわけですよね。で、私小学校で何がわからないけれども、お金田の女性皆さんがお散歩するのを揶揄する。だけど今ではそういうことがほぼなくなっていて、やはりバザーといえば皆さんが来る。それをもうこの数十年50年以上かけて、地域とどういうふうに関わっていくのかっていうことをものすごく実践してこられた、私はその証言者の一人であるわけですけれど、もう一つヤンさんに関しては、実はヤンさんはこのヤン問題に関わる前、実はこのアワと非常に深いつながりがありまして、こういう本があります。海を渡った朝鮮人アワ、暴走のチャムスを訪ねてという本を書かれたのがヤンさんです。昭和の初め頃に最終東南部さんたちがたくさんこの地域に出稼ぎにいらしていたんですね。で、その一世の方々に聞き取り調査をして、そしてこういう一冊の本にまとめたというのは、母にとって私たちは財産だと。私たちがこの地域の歴史文化を調べる上ですごく参考にしてきたんです。そのヤンさんと今こういうふうに一緒に活動ができ、そして去年は一緒にセミナーもできたということを大変嬉しく思っています。それではこれで終わらせていただきます。質問の中で体験を語るっていうことをさせていらっしゃるかどうかというご質問がありました。で、蟹田婦人の村の塩川です。一番若い人で19歳、いろいろな性暴力の中で暮らせなくなって逃げた人も何人かいるし、ここに来ても本名は名乗らないで他の名前で過ごしているとか、一切外部にはその人がここにいるということを隠している方も何人もおられます。で、性暴力の、怖いところは心の傷ができるだけじゃないんですね。脳にしっかりとした傷ができるんです。そのことがものすごく理解されていなくて、指導すればいい、本人の努力が足りない、こういう問題行動を起こすということでは全然解決できません。なので、治療が必要なんですね。で、何人かの方は治療のためにカウンセラーのところに通っていますけれども、2種類の考え方があって、全部を語らせてもうトラウマになっているものを全部フラッシュバックも全部含めて、全部吐き出させるというタイプの治療と、それからその方は、ここに研修会に講師に来てくださった方があるんですけども、そういうタイプの治療と、それから語らせなくていいんだよ、プラスの感情をどん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 積み重ねていく方がいいんだよという治療の方と2種類いらっしゃいます。なので私たちが気をつけることは、もう70近くなっても若い時のことを突然ポロポロと泣きながら言う人もあるし、それはそうだった、大変だったねっていうだけで、いろいろな心の傷を持っているんだなということを言葉に出さないで受け止めていくことじゃないかなと思っています。すみません。最後に、初回からこの母親大会を立ち上げた職員斉藤優子さんから締めの言葉、陛下に言われた通り、今発言をなさってくださった塩川さんも初めからの私たちの力になってくださった方です。コロナのことということで、会場変更、内容変更になりましたけれども、蟹田婦人の村さんで、
この会を開催できたこと、阿波美智子さんにお話をいただけたこと、そして私たちが心を痛めている韓国の人とも中国の人とも仲良くしたいと思っているこの気持ちをヤンさんがお話しくださったこと、これは軍隊よりも戦争よりも民衆が交流をして平和の力を作っていくってことのためにはとても大事なことなのではないかと思います。母親大会は27回を迎えましたけれども、アマハさんに大事なことをやってますよということでお励ましをいただきました。エネルギッシュな女性が人権を回復して運動を作っていくって話をヤンさんから伺いました。次に向かって発展できる大会にできたことを今日のお二人、対談のお二人に感謝を申し上げまして閉会といたします。ありがとうございました。